中あと厚氏は、日本の政治家、衆議院議員、新党絆幹事長代理、富津市議会議員などを歴任した、千葉県富津市生まれ、千葉県立木更津高等学校、東京大学工学部卒業、東京大学大学院工学系、研究科産業機械工学専攻修士課程修了、1995年、新日本製鉄に入社、2000年、 ふつ市議会議員選挙に出馬し、初当選。2004年に再選。市議時代は自民党系の会派に所属。2009年、第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で千葉12区から出馬。選挙区では、現職の防衛大臣であった浜田誠一に敗れたが、重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し、当選した。 2010年9月の民主党代表選挙では、現職の菅直人ではなく、小沢一郎に投票した。なお、2009年7月に、小沢の資金管理団体である、陸三会から500万円の寄付を受けている。2011年12月28日、野田内閣の消費増税路線に反発し、内山明ららと共に、民主党幹事長代行のタルトコ新に、離党届を提出した。 2012年1月5日には、内山らと共に、新党絆を結成し、党幹事長代理に就任した。同年11月、国民の生活が第一に合流した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、日本未来の投稿人で、千葉12区から出馬するも、比例復活もならず落選した。ありがとうございます。